にちは、かっちゃんです。今日はですね、たまたまね、またダイソーで DIY のグッズを探してたんですけど、なんとね、あるものを見つけちゃいました。ダイソーすごいね。店舗によってさ、置いてある品数が全然違うんですけど、最近ね、めちゃくちゃでかいダイソーを見つけたので、そこに行くとね、なんとこんなものがありました。じゃじゃーん、ハンドスピナー。そしてね、この形も見覚えがあるバットマン。他のね、普通の形のハンドスピナーもあったんですけど、ちょっとね、僕普通の形のハンドスピナーも持ってるので、こういうね、面白い形のハンドスピナー持ってなかったので、今回こちら買ってみました。カラーバリエーションもね、いろんな色がありました。3色ぐらいかな、あった気がします。新感覚回転系フィジェットトイ、オープン。重い、びっくり、重かった。え、これめっちゃ重いじゃん。これはね、ちょっと軽いんですよ。軽量系プラスチックでできてて、かなり軽いんですけど、あ、ちなみにこれスーパーボールがついてて跳ねるようになってます。いくよ、ほら跳ねます。まあ、これの跳ねるハンドスピナーはね、過去に作ったので、よければ見てみてください。ということでね、今回買ってきたこちら、バットマンのハンドスピナー。じゃじゃーん。僕がね、持ってないタイプのハンドスピナーですね。こういうね、重い鉄系のやつってよく回転するんですけど、トリックした時に手に当たったら痛いっていうのがあるんですよ。一つはこういうメタル系もね、欲しいなと思って。欲しいなと思ってっていうか、今開けて気づいたけど、いいね、こういうのも。なんかメッキみたいなのがもう、ところどころ剥げてるので、これプラスチックになんか鉄っぽい塗装してあるのかなと思ったら、本当に鉄っぽい感じですね。スチールって書いてあるね。一応鉄ではない。あとなんか樹脂とかが入ってますね。さあ、100均のハンドスピナーどれくらい回転するのか、いきます。うわー、ブレ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 、びっくりした。あ、こんなブレブレなの。え、なるほど、100円クオリティだね。なんだろう、穴がね、多分ゆるゆるだから、軸とハンドスピナーがね、こう密着してて動かないはずなんだけど、これね、もう極端に言うとこんな感じだから、ブレブレ。こうやってブレまくるせいで、回転がね、悪いです。めっちゃ悪い。これ外してなんかうまくできないかな。ちょっといきなり外してみようと思います。おっと、傷ついちゃった。ほら、ちょっとね、傷だらけになっちゃったけど。はい、取り出せました。これ、ブレる原因ね、ベアリングにあるみたいですね。ベアリングはね、ボールのサイズがブカブカだから、精密に作られてないボールだね、これ。だから、エーベックがかなり低いボールだと思いますね。ベアリングちょっと交換してみよう。外せるかな、これ。あー、外せないか。ベアリング交換できればかなりいいんだよな。怖い。外せないか。よくないね。隙間があるからね、よくないんだね。しょうがないか。でも、ずらさずにやれば結構回るって言えば回る。傾いて回っちゃうと、軸がすっごいブレて、すぐ止まっちゃうから、すっごい平行を保って、ちょっとでも平行を失うと止まっちゃいますね。横持ちもどうなんだろう。よくないかもね、横持ちも。でもまあ、回ってくれる方ではあるか、これ。なんかね、偽物ハンドスピナーってさ、1分間も回んないみたいですよね。30秒ぐらいが限度だと聞いてるから、ちょっとね、タイムアタックしてみようと思います。はい、ストップウォッチを準備したので回していきたいと思います。平行に持たないといけないからね。いくよ、待って。はい、スタートです。どうだ、あ、でもやばいかもこれ。不安だね、ちょっと。やっぱ回んないもんなんだね。30秒は超えました。でももう止まる。1分はいかなそうだ。40いった。あと20秒回れる、大丈夫。あ、でもこっから粘ってるね。あと10秒で1分だよ。あと1分。あー、もう遅い。ギリ1分いく。ギリ1分。1分からどれぐらい伸びるのか。いいハンドスピナーは2分半ぐらい回るのでね。あー、止まる、そろそろ。おー、でも結構粘ってるね。ギリよく30秒は行ってほしいな。1分半。お、1分40秒。止まる、止まる。あ、でも結構回るか。止まった。あ、間違えた。1分52秒でーす。これね、頑張れば2分いくね。ちょっと2分半思いっきり弾けば行ってくれると思うから。行くよ。よーい。スタート。で、平行に保って、なるべく抵抗をなくしていきます。目指せ2分。2分いけばね、100円で2分いけば十分だと思いますよ。勢いあるのはね、30秒ぐらいまでかな、一番勢いがあるのは。30秒以降は、ちょっと中速ぐらいになるね。今中速ぐらいで、あ、そろそろ低速になる。でもまだギリ中速ぐらいですね。あ、1分超えました。あと1分いくんじゃないこれ。いくね、さっきより回ってるから。はい、今もう低速ですね。1分10秒ぐらい経つと低速モードになって、もうほとんど、すごいくるくる回ってるって感じはしないですね。動画で見える通りだと思いますね。あ、これ2分いくんじゃないかな。だって残り30秒でしょ。さっき結構粘ってたからさ、これ2分はいってくれるかも。あー、頑張れ。さっきもう終わったところだね。あと10秒これいくんじゃない、いきそう。いけ、いけ。あー、ギリギリいった。2分半いくとね、よく回る
ハンドスピナーって言われるレベルだよ。はい、停止。2分18秒。かなりいったね。これは3分ぐらいもある。あー、やっぱ違うね。本物回すと違うねってなる。あー、これが本物の力か。滑らかさが違うね。スピード感も滑らかさも格段と違いますね。あー、あー。せっかくだからちょっとトリックやってみようか。久しぶりだよ。35回目でできた。はい、おもちゃレベルだけど、まあ100円でハンドスピナーが楽しめると思えばいいお買い物だとは思います。ハンドスピナー持ってない方とかでちょっと試してみたいなっていう方には100円だからね、まあいいんじゃないかなって感じです。これでハマればね、ちゃんとしたやつ買えばいいし、こんな感じなんだ、別に楽しくないなって思えば100円だからね、全然いいと思いますよ。ブレがあるからこうやって手を動かすとカタカタ音がするんだよね。いくよ。ほら、動かさなければいいけど、動かすとコツコツ当たる音がする。あー、その後にこれやるとめっちゃいい。本物のハンドスピナーの楽しさを引き立ててくれる商品だと思いました。しばらくね、これを回してすごいストレス溜めて、あー、なんだこれって感じになってる時にこれをやるともうノンストレス。やばいこれ。やっぱりハンドスピナーの命はベアリングなので、スケートボードもそうだけど、いいベアリングほど高いんですよね。精密に作られてる、隙間のない精密なものほど高額になっちゃうので、まあ、コストが全然違うので、100円でまあ最長2分半だっけ回ったので、よしとします。100円だからそこまで求めちゃダメだけどね、いい感じなんじゃないかなとは思います。皆さんもぜひダイソーで見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。